パー、風呂も入らずにこんにちはということで、 FIFA 使用、今話題の長い説明したいと思います。意味わかんないでしょ。長い選手を使えと。で、長いっていうのは何かっていうと、選手のこう能力見てもわかりません、うん、これ長いイレブンなんですけど、もうメッシとかより強いんですよ、こいつらが。その長いっていうのは何なのかっていうのを説明します。あの選手の適性です。で、何の適性かっていうと、あのスタイルっていうのかな、走る時のスタイルっていうのが今作からね3つあって、長い、爆発的、控えめ、この3種類があるそうです。で、その中での長いが強いと言われてます。で、この能力見ても分かんないんだよね。で、ペースとかは正直関係ないの。あのえって思うでしょ。走るスピードの話だよね。ペース関係ないの。えって思うでしょ。関係ないのよ。何が大事かっていうと、このドリブルの数値の敏捷性、ザニオロだったら79、この79っていう数字がね、敏捷性が軸になって、敏捷性よりフィジカル、体幹のところのフィジカルが15以上大きければ長いになります。で、逆に15より低ければ、敏捷性よりフィジカルが15低ければ爆発的になります。で、その間は控えめだから、敏捷性よりフィジカルが14低い、14高い、これは控えめになります。で、その長いが高いっていうことなんですけど、何が強いと言われてるか、もう難しい、ややこしいよね。長いが強い、え、どういうことみたいになるんだけどまあ加速、選手が走る時の加速の状況になります。爆発的だと最初の1歩2歩は速いけど、その後減速するんですよ。で、逆に長いだと最初の1歩2歩は遅いけど、その後ずっと加速し続けるっていうか、まあ、ずっとっていうか速くなる。で、なんか EA の説明によると、長いセンターバックは足遅くても、まあ、例えば一生走り続けるとしたら絶対に追いつくんだってまあもちろんそのピッチっていうのは距離が決まってるから、追いつくこう距離感っていうのはまあ限度はあるんだけど、まあ、とにかくね、長いやつを置けと。で、そいつにスルーパス、フラスル出し続けたら強い。で、今までの FIFA は結構爆発的、スピードが爆発的な感じの人で、スキルとかをやるのがドリブルの攻め方は強かったんだけど、長い選手で直線的なスピードでグーンってやって、フィジカルも強いしっていうことで、それでしばき上げればいいと。で、これ長いイレブンです。ゴレツカ長いです。ウルフ長いです。これメッシより強いからね、この人。で、ザニオロ、こいつマジで強い。こいつは本当におすすめ、もう使ってほしい。で、テリア、もう読み方もわかんない、この人も強いです。で、スモーリングにしました金メンペ、スモーリング見て、コモンだよ、これで強いんだよ。もう最初、こいつは敏捷性が54と低すぎるから、どんなにケミが悪くたって長い安心感があります。で、この人は長くできてないね、まだね。あ、できてるかな。あ、できてるな。この人長くできるタイプだから、アンカーじゃなくて、で、だから、お、ね、あのフィジカルがを上げるケミスタイルが重要になってくるのよ、この構築者。この人、これ10ぐらい上がる、10か15上がるのかな、これ確か。そうだね、15上がる。だから、もういかに敏捷性が低くて長いやつ、もう最初から長いやつに、例えばフォワードだったらシュートとかペースをつけるかみたいな。で、ペースのスプリント速度は高い方がいいです。加速はいらないって感じ。だから結局トップスピードの速さになるんで、これはいい、ほんと。ただトップスピードが速くても、短いじゃなくて、爆発的だと減速しちゃうらしい。だからその能力は出ないみたいな。だからもうメッシとかコマンとかいらないのよね。メッシなんて終わってるよ、ほら。敏捷性91でフィジカル68。終わってる。しかも、役割意識も低い低い。ちょっと見て、この3人。もうこの3人でグイグイやるだけだから。マジで、誰って感じだけど。相手がさ、いっぱい課金してさ、作ったスカットでの人と戦うじゃん。これにボコられて、めっちゃキレてるからね。めっちゃキレてるから。だから今日覚えてほしいのは、長いやつが強い。長いっていうのは何かっていうと、スピードのタイプ。長い、爆発的、控えめがある。
で強さで言ったら長いが強くて、その後多分控えめの方が強いのかな、まあ、爆発的みたいな。まあでもただね、この時期だから長いが重宝されてるだけで、まあ、センターバックとか長いんですよ。だからファンダイクとかめっちゃ強いの。ファンダイクとかもうどこまでも加速するからあいつら、でフィジカルも強いしみたいな。そういうのを対処してない相手にはめちゃくちゃやれる、マジで。相手の褒め見てなかった、でだからそういうのを活かせる褒めいいんじゃないのみたいな。でここはもう遅いじゃん。でここね、これここでほらフィジカルもあるし、で加速していく、うん、これやばくない？フィジカルもあるから最後までシュートいけちゃうのよ。誰って感じだけど、ね、誰って、マネいらないよ、ベンゼマいらないよ、いらないんだよっつって、あこれダメだ、もうとにかくどんどんスピード乗せていく、それだけで走ってるねーっつって、これどう、あ惜しいか、あでもう俺スモーリングとかも見てほしい、スモーリング、あちょっと失敗して今の、うぃーっつって、あちょ、それはあかん、それはあかんわ、今のはちょっとムカつくやつね。まあ、とにかくこれで走らせればいいだけ、うん、もう一回走らせよっか、無理かな、あ無理だ、お隣、あこれいくよ、加速するから、ほらこう加速して、くんやばくない？2歩目加速したでしょ、1歩目は遅い、だから1歩目でディフェンスから離れよう、前向きながらディフェンス、あちょっと待って、これ長い、マネは長くない、ほら追いつかれるし、グーンみたいな、フィジカルでグーンやられるから精度悪くなるよみたいな、マネとかいらんから、これでこれいけるかな、これ一回離れる、アゲーンスってで中入れちゃえばいいわけだから、この加速これだけ、これしてるだけでもう超勝てる。今の目標はちょっとザニオーロ、今ね、あ隣がね長くしてたんだけど、スリートップこの人たちにしたら隣がケミが1個足りなくなって長くなくなっちゃった、それをどうするかっていうのを考えてます。ニコロ・ザニオーロ、これグーン、あファール、ファールでしか止められない、ファールでしか止められないから、長すぎってことよ、これ決められないから、ちなみにちょっとまだねフリーキックに関しては決め方が分かってないんで、あこれストレートボールでさ、ここ行っちゃったらいいんじゃないの、入るっしょ、あーなんかもうちょっとまっすぐ行くんかなと思ったらちょい曲がりでしたね、でほら関係ないから金ベンベでマネに追いついちゃう、あちちちちちちちこれ見てほら遅いねーっつって、爆発的遅いねー、ほらーあーここ行きたかったな、まあ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 、まあ、これで一息入れられそうですね、はい、この形走らせたいよね、あ欲しいな、オッケー、おいいよ、いける、トラオレ、これマネ、マネの今の入れ替わりは爆発的、あれメッシもできる、でもその後簡単に追いつかれちゃう、これだから振り向いてシュートとかできるんだったら、できる場面だったら爆発的も強いけど、そうじゃないなら邪魔だなおい、そうじゃないならもうこの長い使っていけるかな、あこ相手も長かったね、ウパメカノは長そう、イメージ だけどウパメカノは長そう、でもこれやるだけですよと、マネとかいらんからマジで、ほら簡単にやれちゃうんだよと、こここれいけるかな、無理か、逃げよう、誰も追いつけないこれ、あっこれやるだけよ、ぐんぐんでこれで画面を押していくんだ、相手の画面を押していく、無理だから、ほらマネスキルやっても何も状況変わってないよ、それ何も状況変わってない、レオン・ゴレスカ、エムレジャン、うぃーっつって、素晴らしいね、これやっていくだけなんだよと、
これ走らせたいねこれどういける？さすがに無理か。で相手のこのさあフォワードじゃないセンターバックもとかまあ守備の人もう長かったら俺は単純にただのゴールドコモンを使ってるだけになっちゃうんだけどやべえうまいあ、OK なんか行くとうらーっつってでここでしょうらーっつってこれいけるドリブルで相手を揺さぶりますうわーっあもう一回もう一回ああ入らんのかこれゴールドコモンだからねヘディングはやっぱ長さ関係ないから枠を捉えきれません簡単に攻めれるでしょ、 と思いましたちょっとどうよ狙いすぎたかもしれません相手は多分今までのFIFA的な感じで隣いいところへ出しましたお流すああちょっとダイレクトで打てれたらよかったのに今長くするだけ長くするだけでいい難しくないからねもう2歩目からもう置き去りにできるそれ考えておくだけだよあボーンあ惜しいあ惜しい入らんかでも簡単にここまでいけてるっていう事実ちょっとみんなにね理解してほしいコーナーキックは何も分かってない分かってないにも程があるね今のは長いって何っつってもう今は話題よみんなが言ってる世界中のみんなが長いって長いが強いよちょっとダサいんだよね絶妙にそれもなんか面白くていいんだよでここグーンここあこれいけるよもう入っていっちゃうわちょっとキーパー動かされたねでもシュートまで余裕でいけちゃうベンゼママネ全然強くないまベンゼマは長くできるって言ってたなここでベンゼマおおいい攻撃クロスやばすぎでしょまあ、そんな感じで長いやつおすすめですもうどんどん攻めていける、まあ、そんな感じの動画でした皆さんもぜひね敏捷性よりフィジカルを15高くするそれだけさよならバーッ